ファン必見ナンバーアンダーライン愛とキングプリンスが音楽の日で見せる奇跡の瞬間ナンバーアンダーライン愛とキングプリンスが同じ舞台にエンターテインメントの新時代到来かつてエンターテインメントの世界で一世を風靡した2つのグループが一つの番組で再び交差するというニュースが飛び込んできたナンバーアンダーライン愛とキングプリンス この二つのグループが同じ舞台に立つことへの期待と恐れが、ファンの間で渦巻いている。音楽の日でのこの共演は、彼らのファンにとって一大イベントとなり、同時に複雑な感情を引き起こしている。この共演がもたらす影響について、私たちは一歩踏み込んで考察してみることにした。まず、THEMUSIC DAY での時間差出演は、ファンにとっては驚きと同時に喜びでもあった。しかし、 音楽番組でのトークは数分に過ぎず、実際に彼らがどれだけのことを語れるかは未知数だ。デビュー当時の話や、歌やダンス以外の話題がどれほど掘り下げられるか、ファンは期待半分、不安半分といったところだろう。n o と k i n g p r i n c e のファンにとって、両グループが同じ番組に出演できること自体が喜ばしいことであり、絡むか絡まないかは二の次だ。これは、 エンターテインメントの本質を考えさせるる一面もあるエンンンターテインメントは視聴者に楽しさと感動を提供するものでありそのためには出演者自身が楽しむことが重要だまた中居正広が北山宏光に送ったスーツは彼の粋な計らいを象徴するエピソードだ中居は仲間の大切な場面や老意の場面でいつも心温まる行動をとる人物であり 滝沢秀明や戸部にも応援の気持ちを持っていることだろうナンバーアンダーラインアイの実力を認め彼らの新しいチャレンジを見守る姿勢は多くのファンに感動を与えているしかしファンの間には冷静な意見も多いナンバーアンダーラインアイとキングプリンスが同じ番組で絡むことでアンチやモンペと呼ばれる過激なファンが騒ぎ立てる可能性がある特に 元キンプリのメンバーたちが SNS で匂わせるような発言をすることで彼らの仲の良さは明白だがそれが一部のファンを刺激してしまうこともあるだからこそ一部のファンはナンバーアンダーライン愛とキングプリンスが絡まない方が良いと考えている彼らが特定のグループと比較されたり近況を語ったりすることなく最高のパフォーマンスを届けることが視聴者にとっても一番の喜びとなるのだ さらに、音楽番組に出演するアーティストは数多く、その中でのトーク時間は限られている。最近の音楽の日では、トーク時間が短いアーティストや、ほとんどトークがないアーティストも多い。だからこそ、ナンバーアンダーラインアイとキングプリンスが無理にトークをする必要はなく、シンプルに曲紹介だけで十分だという意見もある。中井雅宏が司会を務めることで、 キュージャニーズのメンバーたちが絡む場面も期待されるが、キングプリンスとナンバーアンダーライン愛の絡みはデリケートな問題だ。彼らが同じ画面に収まりながらコメントし合うことで、新たな一歩を踏み出すことができるかもしれないが、その一方で、過去に触れることでエンターテインメントの本質が濁ることも懸念される。一方で、ファンの中には、ナンバーアンダーライン愛とキングプリンスの絡みを期待する声もある。 彼らが同じ舞台に立つことで、新たなエンターテインメントの形が生まれる可能性もある。環境を変えて高みを目指すナンバーアンダーラインアイのメンバーたちにとって、キングプリンスとの共演は一つの挑戦であり、成長の機会となるだろう。また、彼らが海外にも活躍の場を広げようとしている今、新しいアーティストグループとしての可能性を示す場でもある。ファンにとっては、 彼らがどのようなパフォーマンスを見せるのかどのかどような言葉を交わすのかが大きな注目ポイントだしかしながら現在のキングプリンスのファンの中には過激な意見を持つ人も多くそのことがメンバーたちにとってプレッシャーとなることもあるデビューして夢を叶えたメンバーたちとさらに上を目指すメンバーたちが分かれる中でグループ内の関係性は決して悪くないそれにもかかわらず 一部のファンが過剰に反応することで、かえって彼ら自身が気まずい思いをすることもある。古い組織やエンターテインメント業界、テレビ界、そしてファン自身も時代遅れのままでいることが、エンターテインメントの進化を妨げているのではないかと感じることもある。週刊誌に書かれる内容に一喜一憂し、ファン同士が戦いモード全開で叩き合う姿勢は、 アーティストたちの最高のパフォーマンスをもってしても解消されない問題だ。エンターテインメントの本質を見つめ直すことが、今後の彼らにとって重要な課題となるだろう。ファンとしては、彼らの成長と新しい挑戦を見守り、応援することが何よりも大切だ。彼らが新しいステージで輝く姿を期待しつつ、これからも温かい目で見守っていきたい。最終的に、 ナンバーアンダーライン愛とキングプリンスがどのような形で共演するのか、ファンの期待と不安は続く。しかし、彼らの未来にはまだまだ多くの可能性が広がっており、これからも新しいチャレンジを続けていくことだろう。彼らの成長と変化を楽しみながら、私たちもまた新しいエンターテインメントの形を見つけていくことが求められている。この共演が、彼らにとってもファンにとっても、 素晴らしいものとなることを願いながら、今後の動向を見守っていきたい。エンターテインメントの未来は、彼らの手によって新たな形を作り出していくのだ。彼らの共演がどのような結果をもたらすのか、その未来はまだ誰にもわからない。しかし、この共演が持つ意味は非常に大きい。エンターテインメント業界の変化は、常にアーティストたちの新たな挑戦と革新によって推進されてきた。 ナンバーアンダーラインアイとキングプリンスが一緒にパフォーマンスをすることで、ファンはもちろんのこと、業界全体にも新しい風が吹き込まれるだろう。彼らの共演を通じて、新たなコラボレーションやアイデアが生まれ、エンターテインメントの未来を切り開く一歩となる可能性がある。彼らが一緒にステージに立つことで、過去の確執や誤解が解け、より深い絆が生まれることを期待する声もある。これは、 エンターテインメントが持つ力の一つであり、人々を結びつける役割を果たすのだ。ファンにとって、彼らの共演を見ることは、一つの夢の実現でもある。彼らがどのようにパフォーマンスを繰り広げるのか、その一挙手一投足が注目される中で、彼ら自身もまた新たな成長と挑戦を続けていくことになる。また、この共演がもたらす影響は、彼ら自身のキャリアだけでなく、 エンンンターテインメント業界全体にも波及する彼らが共演することで新しいファン層が生まれたり既存のファンが再び熱狂するきっかけとなるだろうこれは彼らの音楽やダンスが持つ魅力だけでなく彼ら自身の人間性やストーリーが多くの人々に共感を呼び起こすからだ彼らの共演を通じてエンターテインメントの新しい可能性が広がり 多くの人々に感動とと興奮を提供するることができるさらに彼らの共演はエンターテインメント業界の枠を超えた影響をもたらす可能性もある例えば彼らがパフォーマンスを通じて社会的なメッセージを発信することでファンや視聴者に考えさせるきっかけを提供することができるエンターテインメントは単なる娯楽ではなく社会に対する影響力を持つものであり 彼らの共演がその一翼を担うことができるのだ。最終的に、彼らの共演がもたらす影響は計り知れないものがある。彼らが新たなステージでどのような姿を見せるのか、その一瞬一瞬が私たちにとっても貴重な経験となるだろう。彼らの未来に期待しながら、これからもエンターテインメントの世界を楽しんでいきたい。彼らのパフォーマンスが私たちに与える感動と興奮は、 これからも続いていてく。彼らの成長と挑戦を見守りながら私たちもまた新しいエンターテインメントの形を発見していくことが求められている。